皆さん、バーピージャンプ3週間終わりました。一番辛かったのが、まあ、毎日やらないといけない辛いんですけど、11時半くらいにお風呂の中で、あ、今日バーピージャンプやってないってことに気づく。最悪でしたね。一個さ、はいはいはい、謝んなきゃいけないことがあって。なんすか？最初の2日の動画が、はい、消えちゃいました。あの動画って、はい、YouTube に上げるために変換っていう形で動画を違った形に直してやっているんですよ。結構容量が毎日溜まってきてたから、いやもう変換できてるしいいやって思って、元素材も消して、本当はテレビマンとしてやっちゃいけないんだけど消しちゃってたのよ。ごめんごめん。視聴者の皆さん、ほんと信用してほしいのは、ちゃんと3週間21日間毎日絶対にその24時間以内にしっかりバーピージャンプやって、その日のうちにしっかり送ってますんで、間違いなくやってます。間違いないです。はい。頑張ったね。最初の2日間がないですね。ごめんごめん。これおきに、またバッティングセンター、そうですね、道場破りシリーズが復活しますもんね。もちろん、はい、この世の中がね元気になったら、はい、もちろん行きますし、そうですよね。なんでだって独立リーガーなんですか、ね、あ、そうなんですよ。独立リーガーとしてやっぱりこう負けたまま終わるわけにはいきませんので、はい、当然ピッチャー返しというバッティングセンターにもリベンジにいつか行きたいですし、その他にも、まあ、道内、それから道外、いろんなバッティングセンターの情報を皆さんぜひコメント欄にお寄せいただきまして、そこの方に私は挑戦したいと思います。そう、ニュー福本。そうだ、ニュー福本といえばですね、はい、ちょっとお待ちください。何ですか？え、ちょっと待って、ちょっとソーシャルディスタンスなので、ちょっと、いや、待って、こんな、おい、田辺。いや、こんな花束、どうしたの？ありがとうございました。どうしたの？退社するということで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。退社？お世話になりました。退社？はい。見てないです。いや、怖い。何お世話になりました。あ、これはあれですよね、日本プロ野球、我々実況アナウンサーもこれ熟読するやつですけど、はい、うん、そう、そこ見てないですか？うわっ、ちょっと待って、あ、はい、ビバイブラックダイヤモンズのページ。あ、経歴ちゃんと見た方がいいですよ、うん、奈良郡山高校、うん、立教大学、うん、を経て、北海道文化放送を経てから、北海道ベースボールリーグビバイ。ありがとうございます。どうもありがとうございました。いや、ね、認めへんぞ。いや、違う、アナウンス矢印だ。違う、ここにも書いてますように、アナウンサープレイヤーって書いてますから。いや、もう、え、何、ちょっと書き出してます。カーって本当に書き出してる。発声は趣味ですもん。違う、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 これ、ちょっと待って、着地なんすかこれ、本当に。いや、もうだから最後、野球選手としての意気込みを最後言ってもらわないと終われないですね。いや、医師の目薬さすな。ビバイブラックダイヤモンズ背番号8番の吉井さんと申します。
北海道独立リーグ、新しくスタートするリーグ、今後このリーグを盛り上げるべく、僕の今までアナウンサーとして培ってきた力と、そして野球をやってきたこの両輪で盛り上げていきたいと思っておりますので、今後とも応援よろしくお願いします。終わり。いや、ちょっと待って。何よ。ちょうで、後で説明してください。本当にちょっと待って待って。何この、本当に退社する人に対する手紙みたいな。医師のアナウンサー時代は様々な相談に乗っていただきありがとうございましたってね。今後は選手としての船さんに取材ができるように私も考えて。あー、確かに。そうだね。田辺、大変お世話になりました。学んだこと忘れません。独立リーガーとしてのますますのご活躍になっております。何この定型文みたいな。あと川上、これ何、お前何シャープペンしてるやん。せめてボールペンで書いてよ。